おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は前回パッションフルーツの冬越しの様子をお届けいたしましたが、その後の結果についてお話ししたいと思います。このようにビニールをかけて無加温のハウスの中で冬越しをいたしました。ビニールは霜の強い時は三重にして保護するようにしました。このような感じで冬越しができたと思います。葉っぱはすべて落ちてしまったんですけれども、茎の方は途中まで枯れ込みましたけれども、節目から小さな芽が立ち上がるようになっています。現在3月中旬ですけれども、冬越しは成功したと思います。この後、鉢の表面の土の入れ替えを行って、株の更新をしていきたいと思います。どこまで枯れ込むか少し心配なんですけれども、芽が出てきた手前でピンチして、再びあんどん仕立てとして、楽しんでいきたいと思います。そして水差しを行った方なんですけども、このように15本ぐらい、20本近くありますけれども、水差しを行いました。結果的にはここで1本、ここにも1本、ここにも根が出てます。室内で10度を切るお部屋の中で水差しを管理してきましたけれども、発根は3ヶ月ぐらいで20本中3本から4本芽が出るようです。今回はこちらのパッションフルーツの切り苗をポットに移植していきたいと思います。今回メネデールという活力剤をお水の中に入れてあります。こちらの中で少し吸水させてからポットに定植していきたいと思います。それではパッションフルーツの挿し穂を取り出していきたいと思います。根を折らないようにそっと全体的に取ってしまいます。よいしょ、はい、取れました。芽が出てるのと出てないのがあります。このように出てるのがあります。こちらもすぐに定植することができると思います。こちらも優秀ですね。こちらも根が出てます。これも成功した例になります。失敗した例はこのように枯れて黒くなってしまいました。このように葉っぱは生きてるんですけれども、まだ発根してない挿し穂があります。これはさらにお水につけて発根を待ちたいと思います。都合1、2、3本ですね。大きいのは3本発根いたしました。この3つをポットにあげていきたいと思います。それでは挿し穂をポットに定植していきたいと思います。定植するにあたりまして、用意するものについてお話しいたします。まず挿し穂ですね。今回メネデールの活力剤に1時間ほど浸してあります。そしてポットですね。今回3つ作りますので、ポットを3つ用意しました。培養土は普通の市販の園芸用の培養土を使っていきます。根が出る前ですと肥料分の少ない赤玉土などで挿し穂をするようにしてください。それでは定植していきます。それではまずこちらの1本目ですね。このように根が出てます。根が折れやすいのでそーっと定植するようにしてください。あまり深植えしなくても大丈夫なようですので浅植えで結構です。そーっと入れていきます。このように手で定植した方が定植しやすいと思います、はい、ちょっと軽く押さえます。風で振られますと根が折れてしまいますので、最初のうちは室内で育てた方がよろしいかと思います。後ほど灌水はしていきたいと思います。はい、それではもう一つやります。こちらですね、真冬の水差しなんですけれども、このように根の出る挿し穂が出来上がりました。はい、こちらもそっと入れていきます。はい、一度ちょっと根元を押さえます。そっと押さえてください。そして起動をします。このような感じでいいと思います。もう一つですね。こちらですね。葉っ
葉は全く出てませんけれども、こちらに目が一つ、こちらにも一つありますね。こちらが根です。まだ根が出たばっかりだと思います。それでは定食していきます。ホームセンターでパッションフルーツの苗を買いますと1000円以上いたします。このように手軽に冬でも水に挿しておくだけで水挿しという方法で根が出たりしますので、秋口にお部屋に取り込む際、不要な枝が出るようでしたら挿し法に挑戦してみたらいかがでしょうか。このようにこれで3つ分ですのでかなりな金額になります。以上でパッションフルーツのポットへの定食が完成いたしました。皆さんも真冬に限らず挿し法の適期は5月から7月になります。伸びすぎた枝などを利用して保険としていくつかのポットを用意できますので挑戦してみたらいかがでしょうか。今日はパッションフルーツ冬越しのその後についてお話しさせていただきました。チャンネル登録そして高評価をしていただけますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。